今日もトラスロットの詳しいお話をしようかなと思います。前回の動画どうでしたかね。でその動画で絶対これ勘違いする人がいるだろうなってことで、またさらに詳しい、そもそもブログに書きましたんで、それを読んでください。そのブログを読んだ上でこの動画をさらに見ると理解が深まるかなと思います。で絶対前回の動画で、まあその今ってまだ動画上げてないからどうなるか未来のことなんて分かりませんけど、絶対あるのが、いやこれが普通じゃないのってコメントを書かれると思います。もう予言しておきます。はいまあそれも勘違いなんですけど、とにかく自分の楽器を見てください。自分の楽器をちゃんと回してチェックしてください。それをそれちゃんと自分でやれば分かると思う。自分が言ってるその過去の動画とか全部含めて、自分がこの言ってることをそうなのかなって、別に信じてくださいお願いしますってスタンスではなくて、じゃあこの情報を得て自分の楽器で答え合わせすればいいだけの話なんですよ。それをすれば、あこの人が言ってること正しいんだなって分かると思います。だから自分で確認してください。そうじゃないと一生変わんないというか成長できませんので、とにかく自分で確認してください。でいかにどんだけいかにこの楽器がすごい反ってるかとか、ロッドに余裕がないかっていうのがもうよくわかると思います。1本とか2本だけじゃなくて何十本とか見て、その割合とか、まあ、運よくその割合とかが少なかったりする場合もあるかもしれないですけど、おそらく多くの人が楽器のこのネック状態って結構悪いんだなってことに気がつくと思います。もう自信持って言えます。じゃあそんな感じで、じゃあ仕組みなんですけど、あこれもブログで書いてることを見たらもうよくわかるんですけど、トラスロッドは回して壊れることはありえません。まあ壊れるとしたらもうメーカーの責任ですってはっきり言ってますけど、そもそもトラスロッドって超単純なんですよ。これ動画見てる人よくわかると思うんですけど、これ2回目じゃねとか過去にもやったことあんじゃねって思うと思うんですけど、まさにその通りです。でもやっぱこういうことを言わないと分かってくれないし、過去の動画を遡って見る人ってほぼいないから、だからもうそういう人たちのためにもうこうして何度も同じことを言うってことしないとやっぱり理解が含まれないんだなと思うので、ちょっと残念ですが、まあ、その代わりもう少しまた突っ込んだ話とか、また別の詳しい話もしますんで、こうやって過去の動画ともちゃんと見てる人にも得する情報を得られるような話しますんで、よろしくお願いします。でトラスロットって超簡単なの。これまっすぐな溝じゃないんですよ。たわんでるんですよね。いわゆるここが中心の、ここがトラスロッドの溝なんですけど、ここがね、これどうやって掘られてるかというと、たわんだ状態なんですよ。いわゆるこうやってカーブした状態になってるんですよね。この状態で溝が掘られてるんですよ。でどうなるかっていうと、例えばトラスロッドね、こういうやつ、これが普通のワンウェイトラスロッドで、これただの鉄の棒なんですよ。例えばこの棒がただの本当にまっすぐな棒なんだけど、それをこうたわんだ溝の中にこうして曲げて仕込むんですよね。でここの奥にある見えないところね、ここがこの T 字になってて、これがここに引っかかるんですよね。ここにね、こうやって引っかかるんですよ。こんな風にして、だからここは絶対に抜けてこないんですよ。例えばまあメーカーはもう出せないですけど、例えばここをじゃあこれを締めていくわけです。ここでもぶつかってるんですよね。あ、じゃあまず説明しますけど、ここで完全に引っかかってます。ちょっと待って、これナットが、ここで完全に引っかかってます。で今度ここね、こっちの入り口っていうか、このいわゆるこのヘッド側から調整できるタイプは、ここでまたこうやって、ここのナットがね、ここナットがワッシャーね、これがナットとワッシャーでこうやって引っかかってるんですよ。こうなってるだけです。ってことはもうこのトラスロッドの仕込みっていう、これ自体はそんな複雑な機構じゃなくて、ただこう曲げた溝に対して棒を曲げて入れて蓋してる。だからこれを入れた後に、例えばこれちょっと待って、じゃあ一回試しに入れてみますけど、ちょっと待ってね、この状態で例えば入れるじゃないですか。こんな風にして入れるわけじゃないですか。こんな風にしてね、入れるわけで、こっから埋め切っていって、まあ、ここのサイズに合うやつね、合うサイズに木を削って蓋して接着するんですよ。で接着した上に、例えばこう指板があったとして、これはまあベース用なんだけど、だからこうサイズ全然違うんだけど、まあ、ちょっとまあ今回は 見た目だけっていうか、例えばこんな風にして貼るわけじゃないですか。こうやって貼ってね、蓋するわけですよ。だから埋め木で貼ってプラス、この埋め木で貼った後にもちゃんとこう削って辛い位置、いわゆる平面出して指板貼るから、もう完全に蓋された状態なんですよ。隙間がない状態でなる、で仕込むわけですけど、じゃあこの状態でロッド締めたらどうなるか、いわゆるこうナットを締めたらどうなるかっていうと、いわゆる曲げた棒がこう入ってるのが、ここでも引っかかってる、ここでも引っかかってるってなって、ナット締めたらどうなるかっていうと、この曲がった棒をこうやって押し出す、まっすぐに戻ろうとする力が働くんですよ。曲がった棒がまっすぐに戻ろうとする力が発生し、でもここの間はこの木で埋めてます、だから隙間ありません。
じゃあこいつがまっすぐなろうとしたら木を押し上げる形になるから、てことはこの力で逆ぞってくれるっていう、ただこれだけの話なんですよね。だから例えばじゃあロッドが全然効きませんってことはどういうことかっていうと、そのうめきの精度が悪い、いわゆる隙間があるから、この棒がまっすぐに戻ろうとした時にこの押し上げようとするところに材がないってことはロッド締めても効かない、だからここのまっすぐになろうとして押し上げようとするものがないからね、とか、まあ、あとはその溝自体がそもそもちゃんとできてないとか、とか、あとはその、まあ、溝もガタガタもそうなんだけど、あと なんか言おうとしたな、ちょっと忘れちゃったな、あとなんだっけ今なんか今頭に浮かんだんだけどすっかり消えちゃったな、まあ、まあとりあえずじゃあ忘れたから思い出した時に言いますけど、こんな感じで例えばですけどロッドってのはちゃんと溝掘ってちゃんと仕込んでちゃんと埋めれば効くのが当たり前なんですよ。でたまにでもないんだけど、じゃあなんで抜けてくるのかっていうと、ここの引っかかりが悪かったりね、だからここも結局ただちゃんと溝掘ったらこれが抜けてくるってありえなくて、ここがね、だってあのまあそうやって相当柔らかい木じゃないとこうやってズボズボここに引っかからずにズボ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 抜けてくるってことなんだけど、もうありえなくて、例えばこの溝がめちゃくちゃ広いとかね、だかそれこそもう超適当なメーカーだとここの中心の溝がめっちゃ広いとか、めっちゃ広いとどうなるかって、こいつのここの引っかかるここのところが減るわけじゃないですか。だからそのせいでだこの台にこう食い込んでって全然引っかからなくて、ここの棒が例えばあのよくあるのが溝でそのナットがこんな風に結構出っ張ってるやつは、それが結構なんていうの影響というか、ちゃんと引っかかってないポイントが出てるギターによくあるこのなんていうの状態っていうんですかね、なってるんで、ナットからこうで突き出してる量が多いやつはちょっとここの引っかかりが悪いから、ちょっとこの楽器心配だなって思うような状態かなって思います。さっきの思い出そうとしたの何だったかな、結構大事なこと言い忘れてる気がするんだけど、まあいいや。だそんな感じでとにかくあのまず自分のギターの状態を確認してください。何か言ってか、あの動画見たでしょ、あのロッドを完全に緩めて弦をダルダルに緩め、いわゆる張力かけてない状態でナットを全部緩めてみて、現在の自分のネック状態がどうなってるかっていうのをまず先に見てみてください。大体は順ぞってます。で大体は結構順ぞってます。だいわゆるもうすでに楽器で木材自体は順ぞってることが多いです。でこれをロッド締めて直すわけですけど、例えばこれらってじゃあ限界って何なのかって話なんですけど、この曲がった棒がまっすぐになった状態が限界なんですよ。これ以上引っ張れないし押し上げられる力が発生できないから、だからここもすごい勘違いしてるのが、こうなったらじゃあトラスロッド交換すればいいじゃんっていうクソコメがめちゃくちゃ多いんですよ。あのこれこの構造を見てわかるでしょ、トラスロッド交換しても何の意味もないんですよ。わかる、触ります、触ってますよね。だいわゆるこれはあくまで棒をまっすぐにして押し上げる力を発生させる装置というか機構というか組み合わせというかだけであって、このただの棒を交換しただけで意味なくて、曲がってる原因というかその問題はネック自体にあるんですよ。だ木材自体が曲がってるものをこの棒で直してるだけだから、トラスロットを交換したら直るって思ってる人がめちゃくちゃ誤解してるんですよね。じゃあ交換すればいいんでしょ、何言ってるのあなたみたいな感じで接してくるから、いやあのそれ完全に間違ってますよっていうね。じゃあトラスロット交換しますって、例えば今説明受けた通りでトラスロット交換すればいいじゃんって、じゃあどうやってやるの、剥がす、一番剥がしてやるの、でもそれってはっきり言ったらもう十数万しますけど、やってもいいですか、じゃあお金くださいって風になりますよ。そこまでするんだったら買い替えた方が良くないとか、で当然だからそんなリペアをすれば、まあ、当然まあ例えばメーカーものだと、例えばブランドものとかだと価値下がるわけで、まあ、当然ながらでそんな10万円とかで済めばいいですけど、まあ、ただ塗装とかもするんだったらまあ20万近く、まあ、20万以上超えるんじゃないかな、結局それぐらいするから、だったらこれってもう、うん、直せ、まあ、もちろん価値とかで考えたらそうなるんだけど、そこまで金額もそうだから買い直した方が絶対いいんじゃないって思っちゃいますけどね。だからトラスロットを交換すればいいっていう、もうその誤解もまず解いてほしいというか、それをまず改めてほしいってことと、とにかくあのネックっていうのは、そのネックの反りがどんだけ順ぞってるかで楽器の寿命というか、そういうのが
だ状態を悪くしないで使うためにはとにかく弦を緩めて保管しておかないといけないんだ。木がそもそも弱いから、特に今の楽器はね、木が弱いからどんどん順ぞってってロッドも結構使うことになるし、なおかつメーカーが作ってる大量生産品っていうのは結構ロッドの木が甘いんですよ。自分で作っててよくわかるけど、自分で作ったギターでチェックしたら結構ロッドって効くんですよ。だけどそれと比べたら別に自分が丁寧とかじゃなくて普通なんで、普通にちゃんと溝掘って普通に埋めさえすれば全然効くネックになるんですよ。だからそれが全然できてないなってことに気がつくと思います。だからそれも含めてだから危険なんですよ。だからでしょ、なおかつ全然効かないメーカーもあるから、だから多少の順ぞりとかがなんか結構致命的になるわけで、だからこの弦を緩めた方がいいって口酸っぱく言うのがそれが理由なんですよ。そもそもロッドが全然余裕ないんだもんとか、だからちょっとでも反ったらそれ直しただけでもロッド限界近くになるけど本当にいいのこれでっていう、本当にこんなんで弦張りっぱなしいいって言って大丈夫なのって本当に一番思いますけどね。じゃあそんな感じでとにかくあのトラスロッドを締めて壊れることはありえません。で壊れるとしたらそのいわゆるここの自分のね、ここを例えば限界この伸びた状態で、この状態だと絶対にこう変化しないから、この状態もとどめれば終わりなんですよ。この状態にもかかわらずあの全然 まだもっといけるはずだって、こうで思いっきりうーんってやってここぶち壊す、だからここねじ切ったらここ終わりなんですよ。ここのネジ山壊したら引っかかんなくなるから、引っ張れなくなるから、だからそれ壊すことになるんですよ。だからもう回らなくなったらもう やめる、もうこれ以上硬くなって閉まんなくなったらもうここで終わりってことをやれば基本的に壊れません。で壊れるとしたらここが抜けて、それはもうメーカーのせいだけど、ここが引っかからずに、ここが引っかからないで抜けてくる、これ完全にメーカーの仕込みミスっていうかもう製造ミスです。だからそれも含めてちゃんと作ればまずロッドを限界まで締めて壊れることはありえません。でそんな感じなんで、あなんかね本当なんか言い忘れてる気がしてて気持ち悪いんですけど、まあとにかくで、あと例えば 2way ロッドってあって、例えばこのいわゆるシンプルな、ここにまたナットが別についてるやったら、こいつが逆に今度はあっちに押し込むタイプとか、これ引っ張るのはこう一緒なんだけど、今度はあっちに押し込んで、今度は逆にこう押し込んでいくから、こうなっていく、こうなっていくみたいな、わかる？だからこれで順ぞるタイプの、こういうちょっとシンプルな 2way ロッドっていうのは、見たら構造ほぼ一緒です。押す力が今度はあっちにも発生できるってやつです。で逆向きに発生できるタイプと、いわゆるこう2つタイプ、この2本のロッドはそれぞれ上にこうたわんだり下にたわんだりして逆ぞり順ぞりってことでき作り出すタイプっていうのがあって、まあ結局構造はほぼ一緒なんですよね。だからそういう意味では、まあ、別に 2way だろうが 1way だろうが基本的に限界まで回して壊れることはありえませんので、まあ、この辺ロッドの違いについても、まあ、特にそなんていうのかな、そこら辺は、うん、大きくなんていうの神経質に考えなくてもいいんじゃないかなって思います。ワンウェイだろうがツーウェイだろうが一気に限界まで回しても特に問題ありませんよってことと、こうしてギターを作ったりするときにあの限界まで回してどんだけ効くかとかチェックしますんで、というかそもそもしてますんで全然珍しい話じゃないですよ。だそれも含めて自分の楽器をちゃんと見た方がいいと思います。だからこのブログにも書いてますけど、自分の楽器状態を知ることであのこれからの対策ができるわけで、例えば自分でチェックしてみて、あだそもそもほとんどの人は分かんないんですよ、自分の楽器の状態がロッドがどんだけ回ってるかとか。で例えばその状態で大きく順ぞってきました、調整に出してみました、あロッド限界ですね、直せませんねってなったりとか、ロッドに余裕ないですね、だから完璧には直せませんでしたっていう風になってくるわけですよ。でそれほとんどの人はそんな知らなかったですってことで、まあ大体その場で気がつくんですよね。もう手遅れなんですよ。もしこれを最初の時に気がついてて、あこれちょっとロッド余裕ないんだな、で元から結構順ぞってんだな、じゃあこれを弦に緩めて保管しないとちょっと危ないなってことをやっとけば、もしかしたらこのまま悪化しなかったかもしんないし、なおかつじゃあ順ぞるってんだったら逆ぞらせないといけないなってことで弦ダルダルに緩めて、トラスロッドがある程度効いてるから、ある程度効いてるってことはトラスロッドの力で逆ぞってる力が発生してるんですよね。その力のおかげである程度自然に逆ぞりに動いてくれたらラッキーだし、まあ、そんなことほとんどないんだけど戻ってくれたらラッキーだなってことと、で材を膨張させる、いわゆる湿度を高くして、例えばこれ今も加湿器やってるけど、例えばですけど今あのこの部屋はね加湿器やってもまだ 60% ですよ。だから部屋によってはこれ買ってください。あの皆さん夏場だったら湿度 80% みたいなイメージあるけど、そんなあの人間の感覚なんて大したことないし、人間の感覚信用しちゃダメですよ。あこれ今はなんか乾燥してる、今加湿湿度高いなって信用できませんから、人の感覚なんてちゃんと目で見てわかる、こういうとメーターを用意してちゃんと見てると
意外とこの季節でもあの乾燥によってもちろん部屋には自分木材とかがこの部屋いっぱいあるから、その木材とかがこの湿度というか湿気吸って乾燥してる可能性も結構あるから、意外とまだまだこうやって加湿器手放せないんですよ、この時期でもね。今5月ですけど、まだまだ加湿器必要なんですよ。だ例えばこういうメーターを見て、あ、加湿が必要だなと思ったらこう加湿器やっとくとか、大体人の部屋って乾燥してるんで、暑くなったらエアコンつけて、まあ、冷房のおかげでやっぱ乾燥によってくし、ただ外気がどっちかというと湿度高いからまだいいかもしんないけど、冬場になってくると暖房つけて部屋も乾燥して外も乾燥してるから、より木材が乾燥して縮んだりとか材が割れたりとか順取りしやすくなるんですよ。だから大体こう切って縮むとこうやって縮小するんだよ。エボニーとかあの結構縮小しやすいから、ここの端っこが何でフレットが出るのって分かりやすいと思うんだけど、だからフレット変化しないからね、材が縮んでフレットだけがこうやってちょんで飛び出るんだけど、で縮むとどうなるかってこうやって内側に縮んでこう順取るんですよね。縦にも縮むから順取りやすくなるんですよ。だから大体は乾燥で順取ってるパターンもあるから、例えば順取ってることに個体に対して湿度を高いところに放置してると戻ったりする可能性もあるので、もちろん時間かなりかかりますけどね。だそういう対策もできるわけですよ。だそれを知ってればね。だそれができなかった時に困るのはあなたですよって話で、でそれコメントにもあったけど、今が大丈夫だったらいいんじゃないですかってことももうちゃんちゃらおかしくて、別に否定はしませんけど、じゃあ今将来どうなるか分かりませんよねっていう、じゃあ今から対策すべきなんですかって言ったら、健康とかと一緒ですよって話で、今は病気なんないけど将来10年後20年後病気になってるかもしれないじゃないですかとか、今なんて若い人でガンとかなってる人いますけど、それでも放置します、しときますかみたいな感じになるわけじゃないですか。まあ人の考え方次第ですけど、結局はもし何かときに困るのはあなたですよってことは知ってた方がいいと思います。だとにかくあの自分信じてくださいお願いしますってスタンスでやってませんので、この場で泣きを見てる人があまりにも多すぎるからこれ発信してるだけなんですよ。だから自分を叩くのってかなりもう論外中の論外というか、あの叩くべきはこういう情報発信してない人たちを叩いてください。あの知ってると思いますよ。こうやって売り手もそうだし、自分と同じようにリペア業務やってる人は絶対この状況分かってると思うんだけど、その状況っていうかこれを良くしようってことを発信してないじゃないですか。あのそういう人たちを叩いてください。あの絶対分かっててやってると思います。なんでかっていうと、そうやって物を壊して買い替えさせた方が儲かるし、またこうやって壊れてくれたことの修理業務が発生するからお金になるんですよ。だから人の不幸で儲けてるんですよ。だそういう人を叩いてください。なんで自分を叩くのって話で、だそれ良くないよって話です。まあ、そこはもう置いときますけど、とにかくねトラスロッドで自分の楽器を回してチェックする、こんな簡単なことなのでやってみてください。で自分の楽器の状態っていうのを知った上でどういう対策をするかってことが打てますから、それを行って自分の楽器を長く使えるように努力をしてください。でこうやってとにかくこの動画とかで気がついてほしいのが、自分でこうやって試してみて答え合わせをやってください。そうしてそうしたら自分が言ってることがどんどん理解できるようになると思います。とにかく自分で見ないと分かりませんし、自分で試さないと分かりませんから、何でもそうですけど、そうすると今までの動画の意味がどんどん鮮明により深く分かってくると思いますので、ぜひぜひその辺も含めて自分で試すチャレンジをしてみてください。で、あとちょっともう一つプラスなんですけど、あのトラスロットが効かない理由もう一つあって、あそれもブログ書いてますけど、剛性が高すぎる場合です。例えば自分の楽器でもやった、これブログ読めば分かると思うんだけど、例えばこうやって補強材の溝掘ってここにあのステンレス仕込んでみたんですよ。あのステンレスってめちゃくちゃ硬いんで、あの例えばカーボンも硬いけど、カーボンはね意外と反るんですよ。あのこれもまあ分かってると思うけど、いろんなブログとか見てるなりして、あとこのカーボンの補強材入れてますってメーカーのやつとか見て、自分のブログとかリビアブログとか見てくれたら分かると思うんだけど、大きく順取りしてるって答えとかも出てくるわけじゃないですか。あのカーボンは仕込んでても意外と反るんですよ。だからまあ別にそれはいいか悪いかも置いとくけど、逆にステンレス仕込ん、自分のギターでステンレス仕込んで作ってみたら、まあ、当然重たくなるんですけど、なおかつ強度が高すぎてロットがやっぱあんま効かなくなるんですよね。いわゆるこうやってこのまっすぐに発生させる、まっすぐに戻す、発生する力を発生させてても、木材自体が硬すぎたらこの変形しないんですよ。だ例えばそのずっと変形しなかったらいいんだけど、で例えばこれ木っていうのはやっぱうねったりとか、やっぱこの何だろう、この形状が変化する動きっていうのはめちゃくちゃ強いんで、いくら剛性が高くてもやっぱり変形は起こるんですよね。だけどその変形が起きた時に逆にこの剛性高すぎて効かない、直せないっていう場合もあるから、
意外とこの部屋自分で作って試してみて、あこれも逆に良くないなっていう、だからこれがキープできて、もちろん完全に効かないわけじゃないですよ、効きますけど、その効く範囲がやっぱ少ないんですよね、硬すぎてね。だからそうなってくると、このままこの形をキープできる剛性を保ってるんだったらいいけど、変形した時にこれ修正するのは難しくなってくるから、これもちょっと考えもんだなってことで、このステンレスの補強材っていうのはもう今やってないってことなんですよね。だから自分で使って分かったことなんですよね。でそれとまた似たような話でモジュラスね。だからモジュラスのカーボンネックが反るんだから、木材が反って当たり前でしょって話で、だから弦緩めることで当然でしょって、もそもそも物理法則を無視してんじゃんって話で、あんな硬いカーボンネックですら反るんだから、まあそれは普通反るよねっていう、そんな理屈の超簡単な理屈で、なおかつ80年代ぐらいからもうその答え出てるんだけど、どうなんですかねって話もあるんですよ。で例えばあのモジュラスとかのカーボンネックもそうだけど、なロッド締めても全然動かないんですよ。であれも本当分かりやすいやつで、あの剛性高すぎて、でなおかつ順ぞっちゃうと、それでまた直そうと思っても直せないじゃん。ロッドが入ってトラスと入っても全然直せないから、あれもあれで考えもんなんですよね。だからもう反ったらほぼ終わりだ。反ってっていうのは弾けるレベルだったらいいけど、弾けないレベルで反ったらもう終わりなんですよ、トラストが入ってても。だそういう理屈ですよって話です。例えばもうこれもちょっと例え話で、あの分かりやすいのが、あの皆さんって例えばギターだと46キロとか7キロとか、まあ、50キロ近くとか、例えばエレキベースだと4弦で80キロ、5弦ベースで100キロって力かかってます。でもピンとこないと思うんですけど、あのこういうのも経験、結局自分の人生経験なんですよ。だこの例えば40何キロって、まあ、言うたら人間の何歳かによるけど、例えば自分ですら今60キロぐらいの人間なんですけど、例えばアコギとかだったら60キロぐらいじゃないですか、張力って。だから自分があんなネックに乗っかってる、常に乗っかってるようなもんなんですよ、弦張ったら。それ考えただけでも、こんな板切れが耐えきれるかって言ったら耐えきれるわけないと思うのが普通じゃないかなって思うんですよね。例えば自分あのバイクとかも触るから、バイクのエンジンとかって80キロとか中に100キロとかのやつもあるわけで、そういうのってやっぱ持てないんですよ、自分の手でね、自分の手の力で持ち上げることができないんですよ、80キロとか。それがベースのネック、しかもあの薄くて長いで、長いってことはトルクっていうより力わかるかな、トルクって支点が長ければ長いほどここに力が加わるっていう、そのトルクって言葉あるんだけど、あれベースにも当てはまるんですよね。弦の力、強い力引っ張って、なおかつこの長いから、よりこのネックのより元置きっていうか、肺置きね、とこのめちゃくちゃ力かかるから、よりこっちが根元からネック折れ曲がりやすいんだけど、どうなんですかって話なんですけど、だから強いわけですよ、なおかつ80キロとか、自分の手で持ち上げられないエンジンがこんな板切れに乗っかってるって思ったら、あやべえな、緩めないとやべえなって思うじゃないですか。でもそういうことを人生経験でやってこなかった人は分からないというか、ピンとこないと思うんですよ。だからそういうのも含めて、例えばホームセンターとかで、まあ、あでも米とかで分かりやすいですかね、あの、まあ、どこでもいいです、あの食品センター、まあ、食品センタースーパーとかで、例えば10キロとか20キロあるのか分かんないけど、10キロぐらいの米とかこれ平積みされてるわけじゃないですか、5キロとかでもいいけど、そのスーパーとかの米を例えば、まあ、10キロ40キロだから、ギターだ46キロだから、じゃあ40キロこの米を、例えば10キロの米が平積みされたら4つ持ってみてくださいよ。この力がギターのネックにかかってるって思ったら、これ緩めないとやばいんだなって分かりますよ、普通だったら。もちろん変形しないやつもあったりしますけど、ほとんどは変形すると思ってます。だってこんだけ状態悪いものがこんだけ長い期間営業してていっぱい見てきてるんだから、割合としては変形するものが多いから、緩めた方がいいよって言って、それで大丈夫になるやつの方が割合として多いはずなんで、緩めた方が絶対にいいと思います。緩めることでリスクは発生しませんから、めんどくさいだけです。張ってる方がリスクは高いと思います。でそれが年々だ、それも説明してるけど、昔の木は剛性があったんですよ。昔の木は長年生えてたこの自然の木から取り出して作ってるから、やっぱ天然なんだろう、自然に生えた、自然にちゃんと成長できた木を使ってるから剛性高いと思うんだけど、今はこの化学肥料とかで無理やりこの成長を早めてるとか、中にはもうあの畜産みたいに、いわゆる成長ホルモン剤みたいな感じで、木材にもそういう注射みたいなことしてるみたいな話もあるんで、だから無理やり大きくして密度が伴ってない木をそのままこうやって作って、それを使って物を作ってるって話もあるから、だったら昔と今で木材の状態条件変わってるのって当たり前でしょって話で、じゃあ 今でも昔のギターと同じで、いや反らないよ、張ってて反らなかったよっていうのを、まだ今のこの現状の木材にも当てはめてたらおかしくないかって話で、でそうやって見てるじゃないですか、こうやって現場の、自分が現場の人間だから、
こんな風に現場ではこんだけ状態が悪いものを持ってくる、持ってこられることが多いけど、これを見てても弦張りっぱなしいいよって言えるのかなっていう。だからこういう人たちを叩いてください。もうおかしいですよ。現場とその、なんていうの、この言われてることが矛盾しすぎてるから、それに対して自分は言ってるだけなんですよ。で、それを確かめもせず文句言うのは違ってませんかって話なんですよね。とにかく自分で確認してください。そうすると自分が言ってることが理解できると思うんで、とにかくそういうのも含めて、今後ともよろしくお願いします。じゃあ、ちょっとまあもう思い出せない。そのなんか言おうとしたことを思い出せないんだけど、分かったらまたブログ内でまた紹介するんで、とにかくね、ブログ読んでください。ブログ読めば、その辺のまた言い忘れたりとか、もっと詳しい話をこうやって文章でその書いてますんで、それ見たらより理解が深まりますから、とにかく動画で見るプラスブログで見るなりしてみてください。じゃあはい、そんな感じで言い忘れはないと思いますんで、じゃあとにかくブログ記事とかも用意しておきますんで、それも含めて勉強してください。じゃあまた来週も見てね。バイバーイ。